まあ、浦和も終わらせ方ですよね。どうするか、ここでちょっと後ろ重たくなっていますから、はい、こうなるとセカンドボールとか拾えなくなって、より前湘南が出てきますからね。さあ野田入れた、シュート、菊池追いついた湘南、2対2。またしても菊池イーブンに戻しました。湘南ベルマーレ完全に崩しましたね。崩しましたね。浦和がやはり後ろ重たくなったところ、野田がいいボールの受け方しましたね。まあ、奥取ってここ一個持ち出したんですよね。それが良かったですし、菊池もよくマイナスのところで待ってましたよね。まあ、抑えの効いた素晴らしい